ラースローでイは、ハンガリーの軍人、大将、ロバスパートナー出身、中尉として第一次世界大戦に従軍、終戦後、ハンガリー軍に入隊、1925年、参謀本部第一課長、1929年、第四課長、1935年、再び第一課長、 1936年と1938年11月から1941年2月、参謀本部第一課長となり、大祖戦の計画立案に参加。1937年2月から1938年11月まで、第一根成旅団参謀長。1941年2月、第五旅団長に任命され、1941年3月、 参謀本部作戦局長となる。1941年11月から1943年5月まで参謀本部アカデミー校長。1942年7月から9月まで第7系不評師団長。1943年東部占領軍を指揮。1943年5月から1944年4月まで第8軍団を指揮し、ウクライナで ソ連軍と戦う。ドイツ軍のハンガリー侵入後、ドイツの信頼を得ていたラースリは前線から召喚され、1944年5月、参謀次長兼ハンガリー軍総司令官に任命された。サーラシフェレンツの権力掌握後、1944年10月、第一軍司令官に任命。前司令官ダールノッキミクローシュベーラは本部を連れて、 ソ連に投降し、第一軍は、ウジゴロドチサフブレドの戦まで後退した。終戦まで、軍司令官に泊まり、中央軍集団の編成下において、ソ連軍と戦う。1944年12月、ハンガリー第一軍とドイツ第一総攻軍からなる、ハインリッヒ軍集団司令官を一時代行。1945年をはじめに、軍集団は撃破された。 1945年3月5日、岸鉄十字章を受章。1945年5月に逮捕。1949年、ハンガリー人民裁判所により死刑を言い渡され、処刑。ありがとうございます。